175cm、103kg、星野勘九郎。赤コーナー、本戦初戦、地元広島県廿日市市出身、175cm、93kg、宮本優子。では選手は所定の位置に移動してください。選手は所定の位置に移動してください。カウント10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。Ah!
もう2戦とかねやってる選手がいる中で、自分はもう今日から怒涛の、3連戦ぐらい続くんでね、まだ1試合もしなかったですけど、今日この広島でね、地元広島で、こうやって勝ってたんで、これの勢いに乗って明日明後日もね勝ち進んでいきたいと思います、なんか画鋲通したんで、これでムーンサルトプレス行くしかないなと、当然思ったんですけど、どうも後ろについてたみたいで、後ろに切るの大変でした、なんか変な感じ、首締まって、しんどいですけど、まあでも、これが勝利の勝利につながったんで、武器はうまく使えたんじゃないかなと思います。いや2敗目、後楽園で好調のスタート来て2敗目、なんでユニフォーム逆、いや頭いいな、クソ、いやでも悔しいな、でも本当デスマッチサバイバー本当甘くないって思うわ、もう最後極毒ラッチ入った時勝ったと思ったの、こいつあれ返された、しかも先頭も健三、宮本優子すごいわ、でも悔しいけど今日は全ての作業で負けた、でもまだ望み残ってるね、明日高橋必ず勝って望みつなげる、今負け越したけど、まあ望みあるから
絶対諦めない。まだまだ諦めないぞ。よっしゃ。